蓮の空女学院スクールアイドルクラブ第8話、あの日の心、明日の心の今途中でございます。で、この一個前にね、昨日かなに、第8話のその ドラマパートっていうかアニメパートのところを見てます。で、今からは、ライブパートになるんで、確か、1時間10分30秒ぐらいからになります。で、これ今、タイマーは合わせてあります。これ本編の時間1時間10分ちょっとね、今だから、このまんま始めていきますんで、まあ合わせやすいんじゃないかなとは思います。あ、暗くなった、始まる。よろしくお願いします。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっております。フォローお待ちしております。よろしくお願いします。しまった、始まった、時間合ってる、このまんま。なんかえらい豪華になったな、急に。チャット欄出すか。なんか衣装がかっけえ。これが前のあれかな、あ、新入生2人はスカート、先輩はパンツタイプっていうことかな。あ、違う、これそもそもあれか、なでしこ祭か。なんだ、4人でやる曲だ。曲が強いんよ。かっけえ。かっこよすぎるやろ。すげえ。なんつったん。あ、ダンスパートや、ソロダンスだ。おら、今2人で踊りよっぞ。あ、すげえ、時間差のやつ、なんていうかわからんけど、
千手観音みたいなやつ。すげえなこれ。MC ディープネス、かっこいい。次かっこいい。かわいい、かわいい。こんばんは。なんだ、何とぞ。こうせ。ああ、こうせ。こうせやね。いや、俺、つづりやばいかもしれんな。やば。みんな。します。みんな可愛い。あ、ちょうどいいんじゃない？6月度ならちょうどいいじゃん。そっか、6月かこれ。なんだっけ？6月29日か。ほぼほぼ1年前だ、ね、ちょうどいいよ。かっこよかった。超かっこよかった。あれすげえ。あ、そっか、なんかアプリの方のコメントがあるんでしょ。でそれをあれか、アプリの映像をこっちにやってるっていうことらしい。へえ。ああ、そっかそっかそっか、そう、これか、作ったの。ああ、すごい、いい、好きだ。届きました。はい。何心配かけてごめんなさい。何があった？何かあった？この時リアルで。多分何かあったんだな。多分何かあったんだな。体調不良だったんだ。おかえり。お忙しい。おー、俺も水飲む。あー、お水忙しい。かわいい、お話しよう。じゃあ俺も水準備してくるわ。聞いてはいるから、聞いてはいるから。
わかる。そう、上級生下級生で衣装がめちゃくちゃいい。スリーズブーケ、あ、スリーズブーケの曲だ。なんだろう、月火水木金土日じゃない、ホリデーホリデー。かわいすぎる。ホリホリって略すんだ。これは覚えてる。ライト黄色なんだ。あ、もうマジこれ好き。これいいわ。次クラップしたいな。安全バーは君の腕、ギュッと握りしめ。良すぎるやろ。ミスターやりたかった。おい、365日になったよ。やーば。よし、できた。できた。かわいい。これいいな。お、まだある。また連続だ。
この前のやつやろ。水彩世界。この前のやつやんな。この振り付け超好き。超好き。ここ好きマジ。かわいい。ここの入りがマジで化け物なんだよ。でもほらここの振り付けほんとすことか、ここの振り付け好き。やっぱ同じ人いるんだよ。マジで可愛いもんだって。なんかこういうことするやつマジで可愛い。これか、この前言いよったのハート、これだ。おドルケストラの番だ。この二人やばいな、やばいな。結局みんな好きになるんだよな。トラジックドッグあれで、うん、俺が前聞いたやつ違う、これだっけ、これだ。7時歌声かっこよすぎやろお前。歌声
重くない？激重じゃない？この歌。重くない？すげえなこれ。かっけこれ作詞綴りなの。お前ようこんな書けるな。あ、でも綴りっぽいもんな、確かに。すぎるやろ。すげえな。あ、これはこれ前聞いたやつじゃねえか。曲名が出てこねえ。誰か。あ、ボケ。なんて読むのこれ。曲名がわかんねえや。こんなかっこよかったっけ。かっこよすぎるって、えぐすげー。
あー今の可愛い綴り。ぴょこぴょこしてた。いやーすげえ。いやーすごいね。アウォーク、アウォーク、かわいい。いやーすげえ。すごい。すごかった。すごい。なんか全員ちゃんとそれぞれの、いやでもそうだもんな、本物がそこにいるんだもんな、ちゃんとしてんな、すげえ。なんでみんなこんな可愛いんだ、イライラする、可愛すぎる、かわいい、みんな。はい。アンケート。なんだ。なんだろう。なんだろう。なんだろう。みんな。あって言ってる。みんな筋肉。何例のあれって。毎日頑張らなきゃ。何筋肉って何だ。ここか、ここでか、ここで蓮の空のこと好き好きクラブの皆さんな、ここで決まるん。もうちょっとなんかいいのなかったんかよ。おい、お画面に出たんだ。いや、何になるんだろうな、何になるんだろうな。さあ、ここには出ない、ここには出ない。何が出たんだろう。いや、まさか蓮の空のこと好き好きクラブの皆さんはないでしょう、さすがに。かわいい、かわいい。はい、チャット欄ドロってあるんだけど、ドロってなんで。さあ、アンケート結果ドン。ハスッコ 28%、 なんつった、ブルーマー 44% もあった。44%もあったの、本気。リンガーってやったんだ。 44%。 リンカー、リンカーかリンガーっつうのがあった。蓮の空のじゃなくて、はい、ロー、
長え長え長え。ハスの空のこと好き好きクラブの皆さんになったんだな、ここで。ここで決まったんだ。真面目なトーンでこんな名前言うの。ポカポカ。やーべえ。かわいい。かわいい、みんな。今さっき見始めたよ。早いよ。すっげえ。こっから。こっからか。やんのか。伝統の曲、伝統の曲や。ドリームビリーバーズ。うっ、これか。4人バージョンとかあるんや。マジか。これ伝統の曲だったんだ。俺毎回聴いてたのに全然意識してなかった。そうなんだ、これか。違う違う、ちょマジか、これ伝統の曲だったんだ。やば。初めてフル聞く。おお、こういうこと、今の綴り。
もうやべえってこれ。何今のすごっ。やばい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 、あとでもう一回聞こう。やべ、良すぎ。体調不良だったらしいからね、コメント欄的には。そうね、そこそこそこらへんから、ええ子や、好き、かわいい、好き。
好き、かっこいい、好き。いいなこれ、いいな。やーば、やーば、やーば。俺お前好きだ、好きだ、好きだ。そうね、ラブライブ優勝だもんね。だよな、だから終わんのマジで。お、7月末。金沢駅前ですん、すげえな。フェスライブアフターっていうのがあるんだ。マジでいいな。駅広場門。そうですね、正解です、合ってます。あの二人のやりとりやばい。俺ドルケストラやばいかもしれんな。いやでもあのね、結局のところ、ライブ5だ、ライブ5。そんなことない。あらまあ、あらまあ、あらら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 、かわいい、かわいい。ああ、いいじゃない。いいね。
そうね。え？なんだって？お、ほう。なるほど。へえ。そういうことなんだ。同じようなこと言っちゃった。気づいてしまった。気づいちゃった。そうね。うん、好きになった。好き。できるよ。100万人ライブ。できるって。できるよ。高校生が100万人ってやばいな。でも。できんのかな？いや、できるよ。できる。マジやばかったな。お、なんかあるぞ。スペシャルサマーライブ。インスマートフォンアプリ。あれもうこれ8月30日のやつが出てんな。でも、っていうことはさ、8月はさ、大沢瑠璃のだけ来るってことなんだ。5人だよ、だって。あの子がおらん。なんけ、めぐみだっけ。うわ、やばったなぁ。じゃあまだミラクラパークは揃わんということなのかな。どうなんだろうか。ひー、めっちゃよかったなぁ。え、一回オープニングの方を、ドア玉の方を聞こう。6人バージョン。これ今聞いてるのは6人バージョン。いやーもうダメだ、俺もう全員好きだよ。でもまさかだったな。ここで蓮の空のこと好き好きクラブの皆さんで決まるんだね。 44% って、えげつねえな。あ、なんかね、コメントで教えてもらったんだけど、あのかき氷のペンギンはこのつづりのマークっていうのもあるんじゃないかっていうことらしい。次回大沢瑠璃のだもんな。でもまだめぐみがそこまで関わってないんだよね。もう本当になんかちょろっとしかまだ出てないし、まあ、大沢瑠璃のもそうなんだけど、ここでライブすんだろ。手こうやってんのか。グーに見えてた。うわ、振り付け一緒やん。なんか手がなんかこんな感じかなんかなっとるやろ。多分わからんけど。あ、で、ユニットごとで、
出て別れてんな。で、あとあれだったね、なんだっけ、曲名は忘れちゃったけどさ、リベンジできたじゃん。かっこよかったわ。こうやって始まった。かっこよすぎだろ。これやったんだろ。バケモンだろ。考えたら2人でもできるような編成だったりするのか。え、でもいや無理だろ、もう完全に4人になったもんな。4人だよもう。これすげえな、ようこれ毎月しよってやん、やーば。もう一回あれを聞きたいんだ、あの4人バージョンを聞きたい。ちょっと4人バージョン聞かして、4人バージョンはちょっとフルで聞こう。確かに4人だもんな、6人とは違うな。やっぱマジ、あの後半の方のさ、なんかすげえぶち上がるところがあったの。あそこもう一回聞きたいんだよ。そうか、ここユニットごとに歌ってたんだ。多分ハート作ってたんかな、手ずれてたけど。かわいすぎるこれ。これ6人揃って歌ったらやべえよな。やば。これフルで聞かせてお願い。お願い。フルで聞きたいんだ。で、こっからソロに変わる。ちょっと曲調も変わった？曲調っていうのかな？わかんないけど。思い切り飛ぶよ。好きだな。好きだ。つづり歌い方、曲によって違うよな多分。歌い方？声？なんて言えばいいんだろう。そう、この「ゆくんだ」の時のこのつづりのソロ、ソロショット、つづりだけの抜き、良すぎ。
ところに変わるんだよな。だけど本当はここ6人でやるんだろうね。とーって残ったまんまカホが打ったんだよ。いやーマジでこれ知った状態で異次元フェス行きたかった。もったいねー。こっからよ この後のところよ。この後のところめっちゃすごかった。これ行くんだがあるのやばいって。俺これすごい好き、ここ。あれやばいね、あの入れ方やばいって。もうなんかその専門的な用語わかんないから全部この今脊髄で喋ってんだけど専門用語とかわかんないからもうパッションで会話してる今。会話でもないな。こうラララになってからこれになるのも好き。これララララでね、こうここがまたユニットになって、で多分本当はここでまたねミラクルパークが出てくるんだろう最後。手を合わせてんのかな本当は。それかもうこのまんまなんかな。ハスの花なんかな。こうなのかこうなのか。多分こうでこうやってもいいし、こうでこうやってもいいし。すごいな。すげえぞ。バケモン。めちゃくちゃ良かった。超好き。ちょっと興奮してるから、俺一人でもう一回見直そう。次は、あれかい？もう9話に行っていいのかな。またなんか、分かんなかったらコメントで聞こうかな。多分もう今日は行っていいんじゃねえの。前まではね、なんかフェスライブは別の動画とかであったみたいなあれだけど、多分次今日はなのかな。一旦お宅に聞いてくるわ。だからまた来週の金曜日の夜に多分9話か、まあその前に何かあったらそれを投稿してると思います。この動画は土曜日に投稿してるはずなので、あーいやー見てよかった、楽しかった、終わり。もしこの動画よかったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter もやっておりますので、フォローお待ちしておりますが、概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひということで、ハスの空女学院スクールアイドルクラブ第8話の日の心、明日の心の、ライブパート、フェスライブでした。ありがとうございました。